蔵たちが攻めてきた理由はまたしても奇妙な誤解だった。立て続けに起こる騒乱に一連の騒ぎは玉物前や脱機の仕業に違いない。英雄たちは連携して大規模な捜索を行ったが、彼女たちそんな折義織田連合のもとへ蜀徳川連合からの旧使が現れる。牛刀山に玉物前の彼女には宝刀が先行し様子を探っているという。今こそ玉物前を追い詰める時。そう思ったより敵が多いですわね。宝刀殿はどこに？すでに敵に見つかった可能性もあります。急ぎ安否を確かめ、うん、行くぞ宝刀と阻止。我らの道に敗北なぞ。敵が集まっておるよ。天使会も近くにいると見るべきか。伝令、お薬取り出で宝刀様が苦戦中です。何卒お助けください。分かった。今急ぎ宝刀を救出するのだ。せいぜいあがくがいい。敵将を討ち取ったり。Ha!
くさぶり。おお、待たせたな。なんだ、どうなってんだ。おお、いいところに。助けてくれ、こいつら偽物だよ。なんかわけがわからねえな。とにかくポートを助けるぞ。それは何だったようですわね。されてしまうなんて屈辱ですよ。しかし張飛は救援を求めます。今は戦いよりはかあるまいよ。ならば手荒に目を覚まさせてやろう。勝利は戦にしそうです。なんとか諸都徳川軍を退けましたが、誤解を解くには至りませんでした。あの宝刀は一体何でしたの。私たちを偽物。奴を倒した時、尻尾のようなものが見えた。あれは。そうだとすれば、やはりこれも。うん。玉物前が見つかったという情報。そういえば、気になる報告がありました。東卓殿と炎章殿がこれも。玉物前の策かもしれません。急行ならば神王殿にご助力いただこう。炎章も董卓もわしの説得などは聞くまいが。確かに神王殿は旋回の方、彼らとて。承知しました。では神